守り、あなたのおかげで私元に戻れました。本当にありがとうございます。よかった、私おじちゃんを守ることができましたか？もちろんです。守りの歌ワンダフォーでした。まだだ。さすがはアーマーナイト、堅牢なミラージュだわ。彼はドーンが、かつ私と共に戦った戦友です。守り、どうか動画のマスターになって彼を助けてくれませんか？私が助ける？あ、私光ってる。パフォーマの光だ。パフォーマ、守りが力を貸してくれれば動画を助けられる。これが守りのパフォーマー、とても温かな光です。本当にそれでいいの？これだけのパフォーマーを持っている守りは、いやおうなく戦いに巻き込まれていくでしょう。守りの近くに動画がいてくれれば、私はそれだけで安心なのです。改めて守り、動画のマスターになってくれませんか？まだミラージュとかマスターとかよく分かってませんけど、私おじちゃんを守れて嬉しかったんです。だから誰かから守られるだけじゃなく、みんなと一緒に戦ってみんなを守れるようになりたいです。よかった、動画はいいやつです。守りなら絶対に仲良くなれます。はい。行くよ守り。はい、いつきさんお願いします。私は一体何を？正気に戻ったようですね、マスター。違います、ドガ。今のあなたのマスターは私ではありません。ドガ、守りを任せましたよ。あなたが私の新たなマスター。守り、自己紹介をしてあげてください。あの、
源守りです。まだよくわからないこともあると思いますし、こんな子供ですけど、よろしくお願いします。子供だろうと関係ありません。こちらこそよろしくお願いします。源守り、小さな私のマスター。最初は戸惑うことも多いだろうけど、俺もサポートするから安心して。ありがとうございます、樹さん。動画さんと一緒に精一杯頑張ります。どうやら私は狂気に駆られ、マスターたちを傷つけてしまっていたようです。申し訳ありません。バリーと離れた後の記憶が半然としません。一体私はなぜこうなってしまったのか。私はかつて戦いに敗れました。おそらくその時にドーガは再び意識を敵側に染められてしまったのです。バーッ、守りのおかげでドーガ帰ってきましたし、テレビ局もすぐに元に戻るでしょう。これにて一件落着です。あれ、葵くんじゃないか。畑中さん、それに他のみんなも。フォルトナのメンバー勢揃いだね。一体どうしたんだい。守りの応援です。大東テレビに守りが出ることになっていたので。本当かな。僕を煙に巻こうとしてない。いや、そんなことは。いや、僕の目は騙せない。葵くんは嘘をついているね。隠すことでもないじゃないか。僕と同じで空振った後ってところだろ。空振った。ああ、本当に違ったのか。僕はね、打ち合わせでここに来てたんだよ。で、帰ろうかなって思った時だ。なんだかテレビスタジオがおかしいってざわざわしてる。そこで僕は思った。これはあの事件に関係してるに違いない。でもご覧の通り、何も異常はない。畑中さん、あまり深入りしない方がいいと思うわよ。そういう事件を追うのはあなたの仕事じゃないでしょ。まあね。でも僕は106の騒動に巻き込まれた当事者だ。興味を持ってしまうのは仕方ないさ。事件の調査は警察かマスコミにでも任せておけばいいわ。そうだね。あなたの身を案じて言ってるのよ。ありがとう、分かってるよ。僕も多くの番組と企画を抱えてる身だ。危険なことはしない。もっともっと日本のエンタメ界を盛り上げていかないといけないしね。じゃあ、僕はそろそろ帰るかな。ああ、そうだ。ちょっと気になることがあってね。君たちにも無関係じゃないと思う。何ですか？最近、どうやらダイバーテレビ内で大幅な人事改変があったらしくてね。社長が変わったんだ。ところがこの新社長、鶴見真宙はどうにも変な人でね。僕も全く聞いたことがない人なんだ。経歴も公表されてないし。僕は知り合いに鶴見真宙のことを聞いて回ってみた。でもみんな口を揃えて初めて名前を聞く人だって言ってる。僕が調べられないなんて何者なんだろうね。ダイバーテレビ、どうしてその人のことを。テレビ局内の人事は僕ら芸能界に生きる人間にとっては人事じゃないからね。
じゃあ、またね。ねえ、いつきくん、ダイバーテレビって。ああ、舞子さんの調査では、堀野沢さんがおかしくなったのはダイバーテレビの仕事を受けた後だった。ダイバーテレビの人事会議、ミラージュの事件に何か関係が。ミラージュの気配。余裕。いけるわ。ビオール、外すんじゃないわよ。バッチリみたいね。俺から行く。今だ。はあ。どうだ。おりゃ。翼ちゃん。みんなもやるじゃん。